吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。レイアウトを崩さずに掃除できるメンテナンス用品が新たに出たので開封したいと思います。入場調節もできます。僕が買ったメンテナンス用品はこちら、ジェックスから発売されておりますお掃除ラクラククリーナースティック N。 まずは使用とスペックを語らせてください。対象淡水海水量用適用水槽、水深27センチまで、原産国中国で価格は1180円でした。特徴としては細い給水パイプでレイアウトを崩さず水替えできるクリーナースティックです。ワンプッシュで簡単に排水をスタートできます。また柔らかホース採用でつまんで流量調節できます。使用法としては、水槽に給水パイプを入れる前にポンプを押し、排水口を指で押さえて密封します。次に給水パイプを水槽内に入れ、ポンプを離して水を吸い上げます。本体内部が水に満たされ、ポンプでジョイント内の水が見えなくなったら、プラケツなどの上で排水口を押さえた指を離してください。最後の原理で自動的に排水を開始します。この時プラケースは水槽よりも低い位置に置いてください。最後に注意点としては、本製品は間食飼育専用です。他の目的には使用しないでください。排水のスピードは水槽内の水位と排水側の水位の差によって変化します。水槽内の水位が低すぎると排水を開始できない場合があります。また排水がうまくスタートしない場合、各パーツの接続が不十分である可能性があります。そして給水パイプの内径より大きいゴミや格子などの重いゴミは吸い出せませんとのこと。それは箱の外観から見ていきたいと思います。ジェックス観賞後用品、お掃除ラクラク、細い給水パイプでレイアウトを崩さず水替えできるクリーナースティック N、 ワンプッシュで簡単給水、小型水槽の掃除に最適、レイアウトの隙間から水が抜ける、抜けてる様子が載ってます。細い給水パイプで隙間のゴミをお掃除、つまんで流量調節できる柔らかホース、コンパクト水槽用、水深約27センチまで、側面でございます。こちら同じことが書いてます。モガダオの側面でございます。ご使用上の注意ってことで、45度以上のお湯には使用しないでください。排水のスピードは水槽内の水位と排水側の水位の差によって変化します。スピードを上げたい場合は、排水を受ける容器をより低く保持することで、排水側の水位と排水口の位置を下げてください。排水口が水槽水位より下の位置にないと排水を開始することはできません。水槽内の水位が低すぎると排水を開始できない場合があります。排水がうまくスタートしない場合、各パーツの接続が不十分である可能性があります。各部の接続をもう一度ご確認ください。給水パイプの内径より大きいゴミや格子などの重いゴミは吸い出せません。コンパクト水槽にぴったりのお手軽クリーナー、ゴミが回らずに排水できるから水が濁らない、レイアウトが汚れない、ワンプッシュで簡単排水スタート、入場調節ができる柔らかホース採用。裏面でございます。各部の名称ということで、イラストと名前が載ってます。ポンプ、ジョイント、排水ホース、排水口、給水パイプ。組み立て方法ってことで、ご使用前に製品を軽く水洗いしてください。そしてジョイントにポンプをしっかりとはめます。正しくはまっていないと空気が漏れて水を吸い込むことはできません。正しくセットされている場合のイラスト、正しくセットされてない場合のイラストが載ってます。下の突起が出ている、ポンプが傾いている、ポンプを深く差し込みすぎ、ポンプ排水ホースが固く取り付けにくい場合は、先端をお湯につけるなどで温めてください。ご使用方法ってことで、水槽に給水パイプを入れる前にポンプを押し、排水口を図のように指で押さえて密封してください。次に給水パイプを水槽内に入れ、ポンプを離して水を吸い上げてください。本体内部が水で満たされ、ポンプでジョイント内の水が見えなくなったら、プラケースなどの上で排水口を押さえて指を離してください。最後の原理で自動的に排水を開始します。プラケースなどは水槽よりも低い位置に置いてください。給水パイプで水槽内のゴミなどを掃除しながら排水します。ホースをつまむことで流量の調節が可能です。給水パイプを水槽から離すと排水が止まります。排水口を指で押さえる以外にも、少量の水を入れたペットボトルやプラケースに排水口を入れ、排水口給水パイプの両方から水を吸い上げる方法でも排水を開始することができます。こちらはジェックスから出ております。それでは上げていきたいと思います。医療お掃除ラクラククリーナースティック N、 オープン。今回は開けるシーンがあったね。説明書などは入っていないです。ポンプ、ジョイント、給水パイプ、排水ホースです。非常にシンプル。こちらが排水ホースです。色は乳白色でとても柔らかいです。内径10ミリです。長さが約35センチです。こちらが給水パイプです。色は透明、長さは27センチです。内径は約5ミリです。ってことは5ミリ以上のゴミは吸い取れないってことだね。色が透明なので、ゴミを吸った様子がわかると思います。こちらがポンプとジョイントです。今驚いたのが、このポンプね、新しくなってます。後ほど比較するんですけど、私が今まで使ってたこのジェックスのスポイトと違って、より硬い設計になってます。あ、ここは平らになってんだね。もしかしたら数値から高めるためかもね。柔らかいとあんまり数値から弱くなるんだけど。で、ジョイントは色が透明です。いいですね。透明なんだけど、太さが結構あるので、100均のブラシ使えば内部洗えると思います。でもちろんこれは取れるよね。最初だからね、ちょっと硬いな。最初だけね。これも使ってるうちにね、だんだん柔らかくなってくると思うんで。あ、硬いな。あ、でもこんだけ頑丈にしないとやっぱり漏れるかもね。はい、こんな感じです。だからこう取って一応洗うこともできるので、
清潔に保てると思います。使わないときはこのように分解して乾かしておいた方がいいと思います。あんまりここの中に水が残るとこの中かびるんですよ。でそれで一回ひどい目にあったので、こういうスポイト系はね、使い終わったらこんな感じで全部分解してやることをお勧めします。それでは組み立てていきたいと思います。まずジョイントにポンプをしっかりとはめます。これただ入れるだけです。これしっかりと奥まで、入れるの簡単だな。取るときに大変なんだ、入れるの簡単だ。次にジョイントの B に排水ホースを取り付けます。ジョイントの B というのはこのギザギザがついてる方です。このギザギザがついてる方にこれを取り付けます。柔らかすぎるのは逆に取り付けにくいパターンかもしれないです。ちょっとこうね、コツいりますね。奥まで差し込みます。本来は排水ホースに排水口を取り付けなきゃいけないんですけど、排水口が入っていなかったです。今探したんだけどなかったので、この場合は保証を使って新品と交換してもらうことをお勧めします。最後にジョイントの C に給水パイプをしっかりと差し込みます。これがジョイントの C です。これに給水パイプを差し込みます。組み立て完了しました。全体像としてはこんな感じ。小型容器対象なんですけど結構長いです。並べてみました。上がスティック N で下がジェックスのロングタイプのスポイトです。ブラインドシュリンプを取るときにいつもこのスポイトを使ってます。これ一気に取れるんでね。で私としてはこの進化系かなと思って買ってみたんですけど、どうやらこれはサイフォンの原理を利用するものでした。つまり水が上から下に流れるという特性を利用したものです。これは床の上にボンと置いてるところでもゴミ取れるんですよ。だからサイフォンの原理関係ないんだけれども、これはそうじゃなかったということですね。長さはまあ大体同じぐらいだね。ポンプ部のこの大きさは同じなんですけど、この普通のスポイトの方はねめちゃくちゃ柔らかいです。一方でこっちはねとても硬いです。この硬さが全然違うんだよね。ちょっと動画だと使いにくい。これね、これこんな感じですよ。もう余裕です。一方これはねちょっとこう硬いんですよね。まず硬さに違いがあります。色は同じ感じです。パイプの太さは若干このスポイトの方が太いですね。でスポイトはねメモリがついてるんですけど、スティック N はメモリがついていないです。で給水パイプはねとても細いです。でおそらく排水する速度は遅いと思います。小型容器専用だからね。小型容器って水あんまり入ってないじゃないですか。だから排水速度を速くしちゃうとすぐ水が抜けてね、ゴミが取れなくなるので、ゴミをより効率的に取るためにこの給水パイプの口径を狭くしたなと思います。はい、30センチ水槽でございます。床からある程度高いところに設置しました。今から検証しようと思ったんだけど、水槽の下にプラキースを置きました。そうすると排水パイプが届かないです。これちょっと短すぎます。100均のホースポンプは長さ168センチあるんですけど、これ30センチぐらいしかないんですよ。だから床からほんとちょっと高いところでももうギリギリなので、例えば水槽台の上にある水槽の水変えようとしたら、排水ホースの長さが短すぎるから安定しないと思います。水槽の下に置いて使うサイフォンの原理を利用する商品ならば、もう少し排水パイプの長さを長くして欲しかったです。できれば100センチぐらいは欲しいね。まあそういう致命的な欠点がありますけれども、早速やっていきたいと思います。まず水槽に入れる前にポンプをギュッと押します。そして排水ポンプのこの先の部分を押さえておきます。指でこの状態で水槽に入れます。指で押さえた状態で水槽の中に入れます。水槽の中に入れたら青いポンプを離します。そしてこの中に水を含みます。でこう水が入ったのを確認してから、この排水パイプの指で押さえてるのを取ります。やります。ちょっとね、上の部分こう映らないんでね、まずこれ入れます。まだ排水パイプ繋がってる状態。上のポンプの押さえてる指を離します。そして水が入ります。今入ってます。でこの状態でこれを離します。あ、なるほど、こんな感じで水が取れます。こんな感じです。あ、意外と早いね。意外と早いっすわ。小型容器だったらすぐ掃除できると思います。でこうギュッて押せばさ、流量調整できるんですよ。だからこれぐらいゆっくりやってもいいし、勢いつけてやってもいいし、今もう数秒離しただけでもうプラケース結構水溜まってます。あ、これ排水速度早いわ。いいですね。非常に使いやすいです。続きましてこの糞を取ってみます。排水ホースが短い、届かない。一応取れるね。取れるんだけどね、排水のこれが短すぎてガチで指で押さえながらやんないとダメですね。ゴミはこんな感じで一瞬で取れます。小型魚の糞は問題なく取れると思います。ただ排水ホースが短いので周りに水が飛び散る可能性があります。なのでこのようなトレーの上にプラケースを乗せてやった方がいいと思います。欠点は何かというと、排水ホースが短すぎる。サイフォンの原理を利用するものであればもうちょっと長い方がいいです。そして値段が高い。これね1000円超えてるんですよ。
多分このホースが値段高いのかな。高くなるような要素ってのはあんまり考えられないですよね。500円ぐらいでいいなと思うんですけど、ちょっとジェックスらしくない、少し高いです。利点は何かというと排水速度が速い、数秒で水が抜けるので時間がない時の掃除用具として使えます。あと排水ホースが柔らかい、すごく柔らかいから有料調整しやすいです。給水パイプが細い、こう水槽に入れた時に細かい狭い部分にこう届くんですよ。小型容器でレイアウトしていると狭い部分がたくさんあるので、口径が狭い給水ポンプの方が使いやすいので、これはいいと思います。あと組み立てしやすい、もうパーツがすごくシンプルですよね。硬すぎないですし、性能は全く問題ないんだけど、排水パイプが短いのでそこだけ注意が必要です。吹雪テトラ、はい、ということで排水速度が速くてよかったです。小さい給水パイプで狭い場所が簡単に掃除できるので、初心者の方でも扱えると思います。最後の原理を利用するのに排水ホースが短すぎる点が惜しいですが、掃除の効率化を図りそうです。今日もご視聴ありがとうございました。この吹雪テトラチャンネルではアクアに関することを中心に比較や検証も行っているので、ぜひチャンネル登録お願いします。以上、ジェクスお掃除楽々クリーナースティックへの開放及び比較と検証でした。ありがとうございました。バイッ。